弟子屈町公式ニュース。2023年12月22日と23日、弟子屈町公民館で弟子屈複合型地域観光交流拠点の基本設計完了報告会および活用ワークショップが行われました。設計運営を行う株式会社フィールド、図書館の監修を行う丸善優勝堂株式会社、フィールドとともに運営を行う弟子屈タウンラボの関係者が出席し、報告会が行われました。報告会の後には今後の活用方法などの意見交換を行うグループワークが行われました。スタートだったのがここをスタートにしましょうということで、補助室を待ち合いスペースとしようやはりこう皆さんのご意見っていうのが一番その利用される方のご意見になりますので、そこは丁寧にですねお話を伺いながらという思いで今回参加して実施したんですけれども、改めて貴重な意見が出ましたし、こうだったらいいなとか、こういうことができたらいいな、あるいはしたいなっていうことをどれだけ今後運営の中でそれを実現することができるのかというところをですね、丁寧に取り組んでいけるようにですね、弟子屈タウンラボさんと一緒に力を合わせてやっていきたいなというふうに思います。まあ一町民として携わるんであれば一緒に考えてみんなを巻き込んでいけるような状況になればいいなと思って、今どうした方がいいよね、どうした方が面白いよねっていうのを聞き続けているのが今の弟子屈タウンラボの動きになります。時間が経つにつれですね、町民の皆さん その期待だったりとか膨らんでる感じがありまして、本当になんかみんなで楽しい場所が作れるんじゃないかなっていうワクワク感はあります。2日間で合計56人の町民が参加しました。途中途中で情報を出したりと共有する場があるっていうことは、もう皆さんが出した下地ができて、またそれをまた改良するっていう形でいいものができてくるんじゃないかな。この3年後に地元にこういう施設ができるっていうのは、小さい子も含めて大人も非常に嬉しいじゃないかなと思って、僕も含めてすごく期待しています。で、町全体で朝活とかもそうだし、プールを使って何かできないかっていう話とかも出たり、なんかワークショップの話とかも出たのかな。意外と野外のアイデアが多めで、キッチンカーとかマルシェやりたいっていうアイデアがすごく多かったので、とっても、楽しみです。来られなかった皆様のために生配信で今回の施設の特徴ですとか取り組んできた流れをですねご説明できればと思っておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。弟子屈町公式チャンネルでは1月24日19時より複合施設に関する生配信を行います。詳細は後日改めてお伝えします。お楽しみに。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。